クラブを利用した女性に政府が支援を行うと検討していることに対する2ちゃん民の反応。悪質ホストクラブ利用の女性被害取り締まりと女性支援へ政府。ぼったくり被害のおっさんは女と外人に甘い国日本。俺たちの金でやるの男女差別でくさ。ホストを規制すればええやろ。ホスト補助金。弱を激おこ定期。駆け売り禁止にした方がいいんじゃね男のグロテスクで邪悪な欲望の被害者やん救済せな。いやホストにまず規制かけろよ。悪質矢印いちいちこれつける必要ある？悪質じゃないホストクラブなんて存在するのか？12案だけメディア露出多いローランドですら売りかけ気になってたしな。随分とお優しいことで。ワイラもキャバクラ行こうや。売りかけでの借金は正規契約じゃないから踏み倒させるサポートならええと思うけども。15なんかそういう団体自体はあったような主に金融相手だけど。それホストに税金横流しするのと同じやん。ホスト助成金でくさ。ホスト大支給？ワイもパチンタロウと競馬に騙されて借金あるんやけど救済してくれないんか？こんなんしてたら税金いくらあってもそら足りんわな。これも浮島文雄だろ。日本このために財源必要なので増税しまーす。もうこれ政府がホストが用意してるやん。税金で助けてもらえるからさらに見つぶやろ。好き好んでホストに行って被害者ムーブすればホストも大金入るし客も金戻ってくるしウィンマイナスウィンやね。なんで限定してるのかさっぱりわからんけばやらホステスは ?27 キャバもぼったくりバーは確実に摘発されて救済されるやん。風俗キャバは数が多いからある意味で整った料金制取ってるから。33ホストクラブはそれを超えて最強なのか？ホストクラブだけに限定する必要性がよくわからんが。42風俗は最初にネットや看板で料金が分かったりするやろ。ホストは売りかけ制っていうのがバッコしてて数百万をいきなり請求する矢印払えない矢印後払いでいいよ。そして良い働き口あるで矢印風俗沈める矢印ホストに払うっていう悪徳詐欺的手口を使ってるそこに違いがある。71なんでホストだけそんなことになってるの？キャバとか男女入れ替わっただけやけどないの？あとこの万太郎法案やとホストクラブだけやけど他でそれ使ってたら取り締まれなくね。71無からいきなり請求されることなんかホストではないが。売りかけを規制しろよ。保守長の頭の悪い万さんに金渡したところですぐホストにつぎ込むから実質ホスト補助金だよね。ホストが酔いで生活破綻したなら生活保護でも受ければいいのでは。勝手に作った借金救済するなら他の借金に苦しむ人も救済してやらなあかんやんけ。大事で草好きに遊んで金使い切ったから奴に税金あげますってありえんやろ。ホストは意味も金使っても被害者ムーブすれば国から金返ってくるんやでこういう営業するホスト増えるやろな。博打で損したのも救済してや。タチンコ買ってたおっちゃんも救済すべきやろこれ。これ間接的にホスト税金で支援してるような考える。それで被害者はなくなるんか？逆に増えるんちゃうの？国矢印女矢印ホスト補助金の垂れ流し。遊興費で金なくなっても救済となるとなんか変な感じはするな。踏み倒していいって話ならわからんでもないけど。40これ柳国が肩代わりなら意味わからんけど踏み倒し OK って形にするなら別にええわ。公金がホストに流れてくだけやんこれ。41そもそも運営を摘発すりゃええだけやホストはキャバガルバみたいに合法の料金体制を整えて再出発するか全部潰れろの二択やろ。51キャバとかガルバは料金体系法整備されてたんかそもそもなんでホスクラだけ整備されてなかったんや。言うても国が絡んだらもうぼったくりできんやろ。これ確実に女に入れ知恵して金引っ張り出そうとするやつ出てくるだろ。これソープにはまって破産しても税金で助けてくれなきゃ不公平やろ考える。45ソープ。自由恋愛やろ。本当に万太郎に甘い国やなホストに貢ぐバカ万太郎を助けるならソシャゲ外人やバチャブタも助けてやらねえとな。なんで税金で？意味わからなさすぎるじゃあホスト潰せよ。風俗で借金したやつも救済せなあかんな。ついでにギャンブルで失敗したやつも救ってくれ。俺が払った消費税が使われてホストの売り上げに貢献するって考えたらもう終わりだよこの国。50消費税しか払ってなさそう。52他も払ってるけど、マンストが払ってる消費税にしたんやくんのお金も使われてるで。税金でなんて書いてなくね？犯罪にするよう法律作れって話やろ。53支援の財源税金じゃねえのか。いただき女子にやられたおっさんたちも救済してくれるんか？54それは自己責任やおっさんだけは誰も助けない。ホスト潰すならやれることは全部やれ。そもそも金払えなくっても大金得られるシステムがあるから軽い気持ちでホストも借金もやるんやろ。そっち取り締まって精神も万太郎も引き締ませろよ。ギャンブル負けの救済は？顔。国風俗規制強化します。矢印社内国税金で被害者救済します。矢印ホストとかキャバクラとかぼったくり商売を法律で禁止にしろよ。ほんまカルト政治はろくなことしないよな。風俗にはまったイカれたおっさんが女王をナイフで刺して政府が風俗にはまるおっさんを救済しますって言ってるのと同じやからな。ホスト代を税金で肩代わりするんじゃなくて法整備して踏み倒せるようにするって話やろ。64今だって別に踏み倒せるやろ。それを色恋営業したり落としたりして回収してるだけやん。67個人で逃げて踏み倒すのと大元が摘発されて踏み倒せるのでは話がちゃうやろ。73大元が摘発されていってどこソースに語ってんの。77記事タイトルくらい読めばか。79タイトルそのまま受け取ったらと助成支援だけど。93さすがに苦しそうでくさ。101で反論は103記事に売りかけ金を用いたグレーな金の巻き上げ方は取り締まる方針って書いてるよね。頭悪いのにひろゆきの見すぎじゃない。134それの何が助成支援なの。現状維持やんけ。138バカでくさ。143お前はバカだから自分の視点でしか考えられないんやろけど女視点何が変わったの。147ガチでヤバいからとりあえず記事の内容くらい読めるようになろう。あとひろゆきのショート見るのやめよう。176なんの答えにもなってなくて草何が変わったんや。181世の中は頭悪い子にわざわざこうだよって教えてくれないよ。厳しいけど自分で考える力をつけようね。191答えられないってことな。大丈夫税金で助けてくれるからねで思うけよ。どんな接待されたらこんな政策思いつくんだ。
普通に考えてホストを規制しようって話なのになぜが税金をホストに流そうとしてるって外事が結構いて震えるわ。もう国民総被害者でいいだろ。これホストとて組んだら税金集中できるじゃん。消費者金融潰したみたいに過払い金とか言ってホスト本体からむしり取ればええやん。自業自得の万太郎に税金使うくらいなら児童虐待とか被害に遭った子供たちの救済にさらなる税金つぎ込めや。ぼったくり被害に遭うおっさんも助けろよ。76ぼったくりバーの摘発はテレビでもよくやってるやろ。とっくにおっさんは助けられとる。86助けられてるということはそれ以上に被害があるということやぞ。たらんわ。なんか困窮者が減ってるからその界隈のビジネスの奴らが困ってて被害者を増やしたい思惑があるんだと。悪質風俗店じゃなくて悪質ホスト限定。マンさんラッキーやん。飲食店でつけて飲み食いってまだあるんか。女なんですけど。未成年ならわかるけど成人女でも適用されたらあたおかやわ。その金で別のホストやら風俗やら一般やりちんさんに金渡すだけやろ。ワイが借金したら救済してくれるんか。それならええぞ。次はこれホストかその取り巻きとかが補助金のもらい方指南することになるな。女ってそんなにホストで酒飲むんか。その後持ち帰りされて寝てるの。立ち強男の借金も補填してやれよ。おかしいだろ。悪質じゃないホストクラブなんてあるんですかね。まあ、た立憲民主党かよ。本当に好きだなこういうの。ホスト支援じゃん。塩村さん言うの。俺がキャバで使った金も返してほしいわ。ワイも政治人女にして飲み歩くかな。売掛金って法的にはホストの借金という形になってるんやろ。そんで君が売掛金を払ってくれないと俺店に閉められちゃうよって泣きついて情に訴えるビジネス。死ねよゴミが。ほんま万太郎優遇しかしないゴミ国家だな。これ法的に救済したら死ね言われるからやらんだろ。ただでさえ低い支持率が 10% 切る。またマンさん優遇か。国民矢印政府矢印ホストクルー矢印ホストクラブ矢印コラボとか芝木隊みたいな連中が政権の中枢に食い込んどるから岸田は悪気でもなくこんなこと言い出すんじゃ。阿部ちゃんやガースーならこんなことになってない。もともとぼったくりに近いところは警察や消費者庁に連絡が行っているんじゃねえの。ビッグモーターやジャニーズの時も思ったけど普通に警察が通報に対応して逮捕すればいいじゃん。国公認でホストに貢ぎまくるようになるだけやろ。おいおいこの国大丈夫か。マンさんが何か訴えれば何でも通るのやばない。108女に力を与えすぎたな。そのホストやら水商売って手渡しで税金払ってない奴がほとんどやのにな。自己責任を罪するなら高校までに教育すべきことがまだあると思う。頭おかしい先にホスト規制しろよ。別に税金で建て替えるとは書いてなくね。112すまん。ほな女性支援ってなんや。踏み倒せるだけやったら現状と変わらんけど。112何やっても大差ねえわ。キャバクラやコンカフェにハマって散財した弱者男性は自分の意思でホストに自尊心満たしてほしいから金払ってんだろ。人のせいにするなよ。これだからマンはホスト規制はしないの。ホストの取り締まりはいいけどホス狂いのアホに支援とか一切いらんわ。最初はそういう名目だけど結果はホストクラブ潰しになるんだからまあええやん。民主主義の国じゃなくて万太郎主義の国になってるんですが大丈夫なんですかね。実験はまずは弱を救おうよ。です。ホスト規制と厳罰は作った方がいいとは思うが被害者救済はそこまでする必要ない。122それはそう。122あるとしてもまずは相互補助からやろな。なんで一足飛びに税金投下するって話なっとんのか知らんけど。あのさ、ホロライブへのスパチャで生活が苦しい弱者男性への支援は125知らねえよ。地流ブサイク男に人権あると思うな。そのうち革命を切るぞこれ。万さんを優遇する時代だ。弱男は黙っとれ。女に飛ばれて借金背負わされるホストも多いみたいや。品騙し騙されの世界。女割引女優遇いい加減にしろ。ホスト規制路上売春太り締まるだけでええやんけ。まず売りかけの禁止というか条件厳格化はよしとけ。被害者をどうするかはその後考えればええ。ホストは数が少ないから全国各地方にある男向け風俗と違って料金体制整ってない年会入せなあかんよ。まるで女性には自分の意思がないかのような扱いやな。ホストに公金集中させるのな。ルシアに見ついたわよ。救ってくれや。風俗取り締まられたらお前ら女だけにゃん。それは悲しいやろ。女にだけ課税してその金でやれよ。売りかけなくしたところでホストが自家で貸したり闇金湧いたりいたちなるくね。144万太郎ってバカ多いからこうなるやろな。額が多かっただけでホストクラブで合流したバカであることには変わりないのに。なんでそんな奴に税金使うねん。ホストクラブやキャバクラを規制すればそれでええやろ。支援ってだけで別に借金肩代わりするとは書いてないやん。依存症治療とかそんなんやないの。女みことだん帰国。規制はしろ支援はするな。万さんに有料風俗店紹介してくれるんか。競馬の負けも救済してくれよ。国営でやっとるんやし。コラボは自主的に補助金受け取り拒否しただけで東京とはいつでも再会する気だったからな。帰ってきた金を次は違う男に貢ぐんだよね。体で払わせろや。外事が売りかけを補填するとか受け取ってて騒いでるの謎すぎる。156層騒いでるやつが違い事やから放っとけ。162やめたれよ。162たれよ。162をさぬかう。156ちょっと大事すぎるよな。どういう脳みそしてるんだろうか。そしてまたこの被害者に誹謗中傷でしょ。救えないな。公金搾取スキームか。政府の人間ってもしかして頭悪いんか。わざとなのか本気でそう思っているのか。どちらにしても変なタイトルでスレを立てる奴がいるような記事にスレたいの内容ないだろ。159朝日新聞みたいやな。159普通に悪感じにやろ。詐欺というより中毒だから入院させるべきなんじゃないのか。遊び以前にホストクラブの料金体制がおかしすぎるんだよな。ぼったくりバーと分かってるのに遊ぶとかねえやろ。売りかけ金規制違反したら踏み倒しあり。結婚に負わせに詐欺罪適用。風俗落ちさせたら売春斡旋で売春防止法違反適用でええやろ。163なんで売春の方を厳しくせんのやろうな。170こないだ女摘発してたニュースやってたからそっちも強化してくんやろ。170女数十人捕まってたやろ。多分どんどん厳しくする方針やで。170糖尿病患者に血糖下げる薬出す前に摂取する糖質をなんとかしろよみたいな感じやろ。
170今まではそうだったけど、今後強化やろ海外行ってパパ活だの、好き放題やりすぎやねん。163完璧やな。値段上限額のわからん場所で合流して泣きつくって、それもう病院に閉じ込めとけようやも娘が障害者なの分かってて放置してたんやから同罪やん。やるなら同じような商売全部にやらないとダメだわな。女巫こと男卑は男女平等を遠ざけるだけなんだよね。女に自立してもらって社会進出を促進したいならば保護しすぎは逆効果だと思うけどね。昔から言われてたようなことなのになんで今更。168ここ最近ホストが刺される事件増えたからな。180自業自得で草生える。168ホストクラブ側が完全に調子乗ってシャレにならんレベルで被害拡大させとることでホストにハマる奴がバカ自業自得で片付けられる規模ではなくなったからやろ。俺はあと1ヶ月もしたらアメリカ逃げるけど大変だねこの国。政治家の身内でホスト狂いでもいるのか。取り締まる矢印わかるし円矢印意味がわからん。歌舞伎町 TV が上がらなくなって悪しい。ホストクラブ潰せよ。総理大臣は悪質ホスト被害者は救済すると同時に弱おわて外交を払わなきゃいけないものとする。182悪魔合体やめろ。もうホストもキャバクラも法律で禁止すればよいじゃん。ホストクラブ特別会計でも作ってホストクラブからがっぽり金取ってその金で救済でも何でもあいろよ。悪質なホストクラブを利用した女性が後から多額の料金を請求され、返済のため売春させられるケースなどが相次いでいることについて、政府は警察による取り締まりに加え、女性の支援に取り組む方針を示しました。これ逆なら政府互換やろ、あと万太郎ってなんで律儀に働くんやろ。189日本は女性は社会的弱者という位置づけだからね。悪質キャバクラにかかったワイも救済してくれるんやろか。貸金料とかは厳しく規制されてるのに高額な売掛金はガバガバなのがおかしいやろ。未登録で回収業務やらせてようなものだからそりゃ違法な取り立てばかりになるわ。まずそれが生まれることを防ぐことに金使いよきりないやろ。これどうせ政府から金入るからどんどん売掛やろうぜってなるやろ。売春が増えている理由が岸田にはわからんのやろか。自分で快楽に溺れたんやから尻拭いくらい自分でせいや税金の使い方として最悪やろこれ。201国営の売春宿作って関西まで働かせたらええやろ。ロボトミー手術させたれよ。売りかけに制限も受けろよアホ。絶対悪用されるから草。日本においては女性はか弱くて守らなあかん存在やからな。支援だけやなく税金で救済したるべきやろ。財源は弱おからむしり取ったらええ。これじゃホストの売りかけがさらに加速するな。国が金出してくれるなら大丈夫っしょってなるやん。207支援イコール金渡すと思っとるんか。弁護士との仲介相談とかそういうのやで。207本これこれ実際そうじゃなくても女側に支援されるから大丈夫って言って騙すやつ増えるだけ。支援を税金の給付とか肩代わりに変換してるやつはさすがにヤバいやろ。記事で売りかけに規制かけるって話してんのにソース読めないやつわらわらで草お前らそうステージされても読み取れないなら意味ねえじゃん。弱を矢印納税矢印政府矢印補助金矢印女矢印献金矢印強しお弱を矢印ピーカツ矢印女矢印献金矢印強しお。213補助金を出すと思ってるソース読めないもんもうさん多すぎるやろ。支援金給付ってどこから来たしそうなん。224ホスト今日の女の相談に乗った弁護士への金はどこから出るんですか。230論点がずれとる。確かに国は弁護士に依頼報酬ありするかもしれんが国から金もらったもらわない。ホスト万太郎矢印ホストという風に金が回ることにはならん。ふざけんなボケホスト規制しろ間抜け。悪質パチン太郎店にお金を取られた被害者も救済しろ。塩村落とさないとダメだな。いただき女子の被害者ともども丸無視しろ。冷たい水にソースに騙されてるバカう。男女関係なくやればいいだけなのにな。なんで女限定にするんだろうね。219そらキャバや風俗に売りかけはほぼないし自分の金で遊んで尽きたら終わりってだけや。219売りかけのある風俗なんて昨今聞かへんでみんなネットに乗っとるやろ。何分何円とか。ホストウヨナホチツ女、この制度利用してこいつつ廃校なるの確実だよね。知的障害だろ。頭を万太郎かよ。ID ブロックファトヨナあれ HAPPY こいつは言い返せなくて逃げたってとるで。好き勝手己の欲望のままに金使って被害者ぶるってまともに育ったらそんなの無理だわ。論破されまくったらガイガイムーブに走るのもひろゆき仕込みやね。226ひろゆき言ってるのお前だけやけど ID ブロックファトヨナあれ HAPPY こいつか。こいつなら飛行機飛ばしたことには目つむってやるから変身してこい。238悔しそうやね。244で女性視点何が変わったのか逃げずに答えてや。245闇金業者が減ったら結果として債務者の救済になるよね。記事思うね。248今でも踏み倒せること認めなが負担変わるってバカ。252現状の踏み倒しって例えばどういうことを想定してんの。逃げるやら自己破産やらするなら違法な貸元が潰れた方が負担軽減だよね。259ホストの係で自己破産で草逃げたらホストの負担になるだけやけどその辺理解せずに戦ってた感じ。265はと枠組み。270お前言い返せなくなるといつもそれだな。271すまんさすがに頭空っぽすぎてな。全部捨てて逃げる負担と貸元潰れるの天秤すらかけれんの。277全部捨てて逃げるってほんまにわからんとレスしてたのかよ。草ホストクラブ内の信用を捨てるって意味でとかへりくつ語ってみる。289女が地震で売りかけばっくれるのとホスクラに規制入るのを天秤かけるって話だぞ。ずっと国語力から鍛え直そう。297はループしてるでお前女個人で逃げるのに全てを捨てるとか言ってると笑われるから外で言うなよ。305苦しいねよ。306はい、また言い返せないいつものパターン。今度は飛行機飛ばして別人のふりして煽るけど我慢できず本人としてまた戦っちゃうんやろ。313で逃げるのとホスクラ潰れるのどっちが女性の負担減るの。未来の被害者も想定すれば明らかだよね。323女性個人からしたら同じやん。お前はホストから逃げるのに何をしてる想定してんの。328売りかけがっつり持たせる女なんて自宅も連絡先も個人情報全部握ってから転がすに決まってるやんけ。どんな優しいホスクラ想定してんの。341まあえぐいよな。341警察呼べよ。北斗の拳の世界にでも生きてんの。
347牛島くん呼んでみろ。350くんはネタやろけどこいつはガチでこれ言いそう。357そもそも仮に防げると仮定した上でもいつ来るかわからん嫌がらせに怯えるより貸元潰れた方が圧倒的にマシだよね。そんな簡単に逃げれるならなんでこんなに被害拡大してるのかな。368そんな簡単に逃げれるから係で借金背負わされるホストがたくさんおるんやろ。368ありがとう。347思ったより甘々ちゃんで草警察様が面倒見てくれるといいでちゅねよ。354裏の世界の情報通気取りで草、そしてそんな犯罪上等な奴が星くら潰れたらおとなしくなる想定なのも草。361法規制の言葉の意味理解してないんかう。370341は何をするつもりでレスしたん。矛盾してるぞお前。376どこも矛盾しないけど係で借金負わされるホストなんて単独で手綱掴む前に係負わせるバカだけじゃん。388何言ってんだお前、個人情報全部掴んでるに決まってるやん。ミチャーだけど法規制されたらおとなしくなります。何する気なんこいつ。394法規制されて星くら潰れてんのにどうやって個人情報掴んで売りかけ持たせるんですか。401被害に遭った女性の救済だろ。すでに握ってるんちゃうかったん。411既存の被害女性に対して星くらの男は会社潰れててもパクられるリスク取って売りかけ回収に走るんか。すごい根性あるなお前の世界のホスト。419だから341花にするつもりでレスしたんだ。要点あったら捕まってもええってこと。424現状会社の売りかけ回収で自宅訪問しましたっていうのが大義名分となってパクれないでしょ。会社なくて売りかけが違法ならパクれるでしょ。論点コロコロしたけど結局あかんかったな。432だからそれで何をするつもりなん。退去命じて退去せんかったら不退去罪やし、110したら出動義務あるから確実に来るけど、その手って何の意味あるんや。436警察呼んでもホスト捕まえれないならまた次来るよね。お前がその理屈で何がしたいん。言ってることむちゃくちゃだぞ。450ただ来るだけってこと。お前の世界のホストってそんな暇なんか。432返し忘れたけどコロコロ論点変えてるのは個人で逃げたら全てを捨てるしかないとか言い出したお前やぞ。451自宅も連絡先も個人情報も握られて嫌がらせ繰り返されてどうやってノーダメで逃げるん。461だからそいつらただ来るだけなんやろ。お前の言い分やと。468入れ込んだホスト君が毎度売りかけ回収に訪問してくるけどバックれたまま気分よく平和に生きられるよな。せやな。お前の言う通りや。481お前は命に関わるような嫌がらせされるで。って言いたかったんやろけど法規制されたら捕まるの怖くて何もできないとか言い出した時点で矛盾してるから勝ち筋ないって気づけ。502闇金と同じようなもんやね。502別に命に関わるような嫌がらせとは一言も書いてないで単に訪問を繰り返すだけでも被害側からしたら相当な負担やぞ。518したっただろうがなんだろうが脅すわけでもなくて出すわけでもなく警察呼ばれたらすぐ帰るけどただ定期訪問だけしますなんてバカがどこにおるねん。481続きホストだって行っても無駄やってわかってるとこにただ定期訪問だけするほど暇じゃないから。503訪問するのは一線のホストじゃなくて売れない若手とか回収用のおっさんだったりするけどいずれにせよ法規制不可能な嫌がらせがまかり通るのが現状やで。売りかけ禁止とか店や制度面を改善すべきであって税金で救済はちゃうやろ。世間を取り締まらない。やっぱり規定の頃から進歩のない政府。しゃあないやろ女はアホやねん。女って救う価値ないような地流の方が苦しんでるしそっち助けよ。最近低所得世帯に支援金の給付あったし支援給付みたいな形で紐づいてるやつ多いのかもな。ワイも悪質な謎の大工にたかられてるんやが。むしろ売りかけって女性優位なシステムだろ。好きなだけ遊んでつけ身で来ていたとなったら踏み倒して逃げられんやから最強やん。救済されてお金に余裕ができたので洋室ホストクラブに行きます。つーかこんなアホみたいなことになる男いねえからな。万太郎ってバカだな。キャバクラ被害も税金で救済されるん。売春婦斡旋してたやつが人気芸人としてバカ万太郎に大人気やからな。女ってほぼ知的障害者たちだから救う価値ないよ。なんで男と女のズコバンにワイラが金払わんとあかんねん。これが許されるならギャンブルに負けて借金漬けになってるやつも救済すべきやな。政府が低金利で金を貸してやってその返済に遊郭で働かせればいいじゃん。また二刀流メモが出てくるの。今日のためにバカなことしてんじゃねえよ。税金をなんだと思ってんだよ。警察に訴えても民事不介入でしかとされのかな。テキーラなどのアルコール度数の高い酒飲ませてから高額なシャンパンやボトルなどを売りかけでもいいから頼ませて後から酔いが冷めた客からお金なく払えないと言われたら間にスカウトを挟んで風俗などを紹介するうまいことやってんね。256万さんってマジでこのレベルなのかな。泥酔する前に飲むのやめるだけだろ。別にええやん。女の子は社会全体で守るべきやろ。257男は守らなくていいというならただの性差別ですよ。ジェンダー平等なんてのたまったからにはそれは許されない。275男なら男らしく自分でケツ拭きなさい。万太郎利権でくさ。質持ちはいいな。単純に飲食店における売りかけ禁止にしたらなぜホスト規制にしないのか。金の使い方おかしいでほんま。262ホスト規制に決まっとるやん。ホスト200万請求されたから国が100万払ってやるなんてあるわけないやん。国が介入して踏み倒してホストが終わるわけや。女から風俗パパ活という手段取り上げれば遠慮そうすれば足りない頭でもホストに貢ぐの割に合わないって考えるやつも増えてくやろ。スナックのツケも税金で支援してくれるの。ぶっちゃけ売りかけ禁止したところで恋愛脳に変わった女は無駄やろな。当然キャバとかで金巻き上げられた男も対象なんだよな。おまんたろう無罪。おまんたろう無罪です。おまんたろう救済のためにチンたろうに課税します。広告やネットの評判にそそのかされていろいろ買いまくってリボ地獄真っ只中のワイも救済してくれや。すまなくしつくぎたチンタロウ被害者への救済は274年各捜査は割とぼちぼち逮捕されとる。結局女はかわいそうな生き物として見てるんよな。世の中一人前の人間として見てないから。まあ NPO とかもそういうもんやろ。ホストそのものを規制できるわけないだろ。食料差別や普通に先に金渡しといてこれ超える前にチェックしてっていうだけだよな。それか園内でとか万さんってマジでくさ。ふざけんなアホが。
ホストは悪くない、むしろ女の子たちの話聞いてくれる必要な存在。おじがキモいのが悪いって言ってる人いなかったっけ。283弱者男性は存在が犯罪だから。283佐々木チワワか。ワイのソープ代も頼むでな。284ソープの売りかけとかされたことないやろ。統一被害者は救済するのは当たり前。今までこんなのを野放しにしてきた自民公明党が悪い。286救済じゃなくてすることは規制だと思うけど。ホストクラブをだよね。また日本が終わってると再確認できました。星支払うことができんのに遊ぶのがおかしいだけやろ。色恋で騙すのなんて坂道グループもホストもブツベアもはジャニーズも一緒じゃねえか。じゃあ騙されてる全員を救わないとおかしいだろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。